はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。アンドル・ザスガです。さあ、めちゃめちゃ強化が入ったカニバル、チェーンソーの突進の速さ、なんで叫んだのこれ。あれか、銀融詩人の5ぶつかったら1出たってやつは。はい、チェーンソーの、はい、かわいそうに。はい、チェーンソーのね、当たり判定も小さくなったし、さらには、チェーンソーの突進時間も2秒から 2.5 秒に長くなりました。でもこの人が、はい、よいしょ。で、今回、チェーンソーを当てると、チェーンソー当てるとアイテム落とすってやつと、はい、はい、よいしょ、ドン。で、その落ちたアイテムの近くにいると8メートル以内か可視化されるというこちらの心拍も持ってきてます。で、あとアンフォーシーンね。はい、さあどこにいるんだい。やってない、地下行ったかな。おっつ、やめなさい、急にボットになるのは。で、まだいるね。はい、救助。お、マジで暗くてわからん。お、見える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 。拾うと無感覚になります。はい。アイテム拾うと30秒無感覚なんで、これいいよ。はい、よし。で、アイテム使い切ったらまた下に落としちゃうから、俺とさ、俺と圧倒的存在感合わせたいよね。組み合わせたい。ドクターとかで使いたい。あ、ここ、ボットかやってんの。え、なんか、え、ちょっと、血の海になってんだけど。え、ちょちょちょ、熱っ、湯気出てるし。え、マップ超広いんだけど、ここ。うわっ、終わった。待ってくれ。あれ、ちょっと、そっちじゃないんだよ、今回の動画は。そっちじゃ、やろう、死ぬぞ、そっちのとこ行ったら。やろう、行くんじゃない。お箱出ちゃった。どこにいんのかな。待ってください。ちょっと待ってくださいよ。はい。はい。そういう動画じゃないんです。申し訳ないですけど。楽しくね、皆さん DVD やられてるところと思うんですけども、ちょっと今そういう、あれでやってんじゃないです。あ、ルビキ生き返ってる。出れたんだ。デレキン？デレキンかい。うわん！追われてる。こっちは？お、ちょっと回してるね。カラス飛んでないから、こっちかな。やってる？
君はどこを見ているんだい。おい。どのあたりを見てたんだ、この人は。結構いろんな方向から来たと思うんだけど、俺。よし。美味しい。んで、あ、いたき。いや、デビキンじゃない。みんな何キンだい？はい。よし。お、治って、フックないな。多分ここら辺に多分、フック存在してたと思うんだよ。あの血の池に変わっちまったから。ドラゴン、ちょ、やめろ、そこ行くの。やめろって。いやだ、行きたくない、そこ。さっき、ここら辺から落ちてきたよな、確か。飛び降りて、ここら辺から来ねえか？どこだ？どっから奴は落ちてくる。これはでも、はいはいはい、全然当たらないですね。もう前だったらもう叫び散らかしてるでしょ、これ。全然当たらないよ、障害物。マジでやりやすい。ほい。こことかは、あ、もう全然当たらん。全然当たんないぞ、これ。え？ここ当たり立ってないぞ。転送。俺はどっかから出てくるぞ、ワープで。こっちじゃねえか？お、吸収してる。そこか。そこから出てるね。はい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 。チューン。はい。救助。はい。ここって窓ですか？え？ハンマーの当たり判定を小さくしましたか、これ逆に。いやいや、この人うまっ。ああ、なんだ、ボットか。そりゃうめえわ。あんなんね。はい。はい。はい。よし。いやー、このパークとこのアドオンめっちゃいいね、この。アイテム落とし。そして、アイテム近くにいると見える。で、持ったら、足がされる。持ったら無感覚か。しかも結構ね、デビキンの亡霊がいる。正直、幻影さ、何の役にも立たなくない？正直。いるねー。ウィーン！ああ、それか。そりゃ強気だよ。あたしがまやかし持ってる読みで言ってるね。うまいね。俺もそれを読んだ。出てきてください。はい。あれ？大丈夫だよね。フックあるよね。よし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 。おい。ここって地下ってさ、ハッチか。ここにはこれってちゃん、どうなのこれ。どうなのこれ。ここに、この地上にだけ湧くのかい、それとも一番下に湧くのかい。
多分いろんなところに湧くんだろうな。シュン。はい。はいはい。オッケー。ここハッチ本当どこに湧くのこれ。地上？それともこういう一番下の平らなとこ？どうなんだろう。いや地上っぽい気がするね。そんなことないのかな。じゃなかったらかなり探しづらいよね。さあ、ちゅうことで、めちゃめちゃ強くなっております。カニバル。いいね。こういう徒歩キラが強化されんの。キャッキーといい、カニバルといい。かなり増えるんじゃない？使う人。では次回もお楽しみに。チャンネル登録まだの方はぜひともお願いします。では。